はいどうも、ゼロゼロイチオンです。本日はですね、こちらの商品、ミズノモデリア2、今回はワールドカップモデルのレッドの紹介をしていきたいと思います。で、まあご存知の通り、モデリアシリーズはミズノさんの、まあ、伝統的な、それでいてすごくね素晴らしいクオリティを持った製品なのはもう周知の事実だと思うんですけども、まあ、今回レッドカラーが出たというところで、一回ねレビューの方をしていきたいと思いまして、購入いたしました。それではね、早速機能性の詳細を見ていきたいと思います。まずアッパーにはスコッチガードカンガルーレザーが採用されてます。非常にね足なじみのいいすごく柔らかなカンガルーレザー、最高級カンガルーレザーが使われてます。このカンガルーレザーは本当に嘘偽りのない本当にすごくいいカンガルーレザーで、非常に足なじみがよく柔らかいのが特徴です。またつま先周りは3本のステッチ、最低限必要な分のフレックスのためのステッチを残してあります。足なじみの良さを追求したステッチ配置となっております。またアッパー内部の方にですね、裏材の方に高密度タフタと呼ばれる伸び止め材が採用されてまして、非常にフィッティングに優れたアッパーでありながら伸びにくくなっているといった、そういったものに仕上がっております。シューレースはセンターに配置されてまして、ウェーブ状のシューレースシステムで甲をピタッとフィットさせる、そういったシステムになっております。また今回限定カラーのレッドカラーではシュータンがショートタンという設計、裏側にはスポンジが採用され、表にはマイクロファイバーが採用されている、そういったシューターになっております。また中足部には、ミズノのナンバードマークが採用されてまして、ここでしっかりと補強はされています。内側も同様に、サイドの補強がされておりまして、しっかりと足を包み込む、サイドにブレないと、そういった、仕様になっております。かかとにはヒールカップが内蔵されてまして、適度な強度を持つヒールカップが内蔵されてます。またヒールライニング、かかとの裏材には滑らかな人工皮革が採用されてます。非常に足なじみのいい、足当たりのいい人工皮革です。またインソールには、比較的滑りにくい、インソールが採用されてます。またミッドソールの方も前足部と中足部以降で高度を変えてあるものになってまして、かつね、中足部のところには、リブなども溝なども掘っておりまして、中足部以降の剛性を確保しつつ、前足部の非常に柔らかな屈曲性を実現させているものとなっております。最後にアウトソールですね、土、人工芝、天然芝全てに対応した、マルチグラウンドに使える、アウトソールとなっております。で、特徴としては基本的にはシンプル、円柱ベースのスタッドにはなってるんですが、足の裏までフィットするようなラウンド形状が捉えていたりとか、また非常にね、円柱ベースのスタッドであるのでターンがしやすいとかっていったところが特徴となっております。また細かいところで言うんであれば、ここの円柱スタッドとここの円柱スタッドは縦にやや伸びてるような形状で、左右のブレなど、抑えるようなそういった仕様になっております。基本的にグリップ自体はそこまで強いものではないんですが、非常にね違和感のないストレスのない、スムーズな、ターンであったり、スピード、ダッシュ、足裏でのボールコントロール、そういったシンプルな、それでかなり軽いものに仕上がっております。一応グラム数の方が僕の計測器だと、25センチで片足 193.3g と出ております。以上で水野さんの最新サッカースパイクモレリア2レッドの紹介は以上となります。非常にねやっぱりこの柔らかなカンガルーレザーの、足なじみっていったところは素晴らしいですし、まあ、まずねこの限定からレッドっていうところ久しぶりに出たので、かなりねテンションの上がる限定モデルとなっております。まあもうすでにね、モレリアユーザーの方はたくさんいらっしゃると思いますし、モレリアの良さっていうのはちょっと僕がね再度伝える必要性もほぼないのかなっていう気もするんですけども、まあ今回ねもう一度再度レビューをして、このモレリアの良さっていうのを、再度、皆様にお伝えできたらと思います。まあラグビーではね、少しね、強度の面で不安な部分もあったりするんですけども、サッカーにおいてはね最高のシューズの一つだというふうに僕も考えてますので、しっかりとね、サッカーラグビー両面の、ね、レビューをしっかりと、していきたいと思います。それでは、本日のモレリア2の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。